そういえばさあ。あれあんま反響ないんだってサタンファンの漫画。はがきも募集してなかったからわからないのよね。そりゃそうですよ。毎回遊んでばかりで何も説明してないし。お前がいちいちうるさいからだろだいたいゲーム中は喋んのかよ喋りますよ水谷祐子さんの声で。ヒロインは丹下桜さ,さんだし。 おぉ声といえば、俺の声は誰がやるんだもちろん生かす声だろうな。企画の人が、主人公が話すのなんか嫌だって言ったからなしだって。<laughs> なんだろふざけんな俺は主人公 今後心を入れ替えてちゃんとゲームの説明しようって言ったの当選様じゃないですか人気取るだの取らないだのくっだらねえと間違えられたやつが偉そうに言うなうちの社長が間違えたんだぞほら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 当選様こその主人公に似てるって言われたじゃないですかこっちのがはるかに先立つぞそれは僕もですよもうやめてよ あらあら、見てられないわね。現れやがったな、主戦堂まったくちょろちょろと。5万円くれたら人気あげる方法を教えてあげてもいいわよ。えコンサルタント料よ、コンサルタント料。ほれほれ。いい必要なのは市場のニーズに合ったキャッチーさよ。例えば、 もうバッチリウソ <laughs> をつけあら本当はうれしいくせにオッハしいけど俺はこんなことで人気を取りたくはないじゃあ目立つために超魔術でも習う金は置いていけそれよりも発売日が全日本ばあちゃんと同じ日だからな なんか心配なんですかはぁ、あ。俺馬場さんより目立てるかなぁ。